長谷川豊の本気論本音論チャンネルこんにちは長谷川豊ですいつも本気論チャンネルご覧いただきまして本当にありがとうございますさあ前回に引き続き大阪のクロス戦大阪維新の圧勝についての少しいい話をしようと思うんですけれども今回はですね、えー、僕がどんな応援をしたのかっていう話を少しシェアしようというふうに思います 今回の選挙はですね、本当に大阪だけではなくて、日本維新の会の命運をも握る選挙だったと言わざるを得ません。今回の選挙は僕たち、日本維新の会、国政のね、日本維新の会の人間にとっても、大阪維新にとっても、まさに分水嶺と言いますか、もう瀬戸際という選挙だったんですよね。なので僕は3週間前から週3日以上入り続けました。3週間前、大阪に週3日。 でえー、2週間前、週3日そして、えー、その当首選挙のお実際の1週間に関しては4日前に入りまして1回、福岡行きまして福岡でぎりぎりの戦いをしていた選挙の候補者の応援をして大阪に戻って朝の駅頭をやってから京都に行って京都でぎりぎりの戦いをやっている人たちの手助けをするということをやっていました。現状で言うと えっと、福岡でですね政令市である福岡市でなんと2人の議員が誕生することになりましたもともとはです、ね、1人いた現職のイケメンの議員なんですけれどももう1人はですね女性の新人議員でしたでこの女性の新人議員が当落にぎりぎりかかってないという情報を得たのでまず福岡に行きまして福岡の僕の、えー、講演会僕のファンを呼ぶ講演会をやってその 講演会の会場にその女性の候補者を呼ぶという形でそれでその来ている皆さん方にどうかこの候補者をよろしくお願いしますやるだけやって翌日はその男の子のまだ33歳の若い子なんですがえ天野公君というんですが天野候補者の元に行って液痘のビラマきを手伝ってからもう一度戻ってですねえその女性の候補者を花見客のところに連れて行きまして。 もうとにかくお花見の現場に行って徹底的に握手をさせるということをずっとやり続けました。まあ、なんとかですね、と再位当選で終わりましたけれども当選することができてで京都では京都でですね、えー、桃太郎というんですか商店街を練り歩きまして商店街の僕が先頭に立って彼本人なんです、どうぞよろしくお願いしますとにかく握手、握,握手、握手、握手京都では3人の候補の応援に入ったんですが、えー、ありがたいことにその3人とも無事、 当選することができました本当とよかったですそして大阪なんですが大阪は声をかけていただいた方のところにはもうできる限り行きましたけれども一番僕が自主的に応援に行きますと言って応援に行ったのがですねはい岡崎太志さんはもう勝つこと分かってますはいもうご覧いただいてわかる通りですねもう一人で1万票以上取る人なんですよもう絶対勝つんですこの人むちゃむちゃかっこいいんで身長185ぐらいあるんじゃないかなで えー、東京維新のメンバーにとってはなじみの深い海老沢由紀さんですね、はい、4人のお子さんのお母さんですけれどもこの人がですね大阪出身だということで市議選に出たには出たんですが1ヶ月前に公認になったので準備ほぼできてないんですよ。もうこなんとか助けなければいけないということで吉村博文さんもどんどん入ってましたけれどもその感激をついて僕も行ってもうマイク奪ってですね 皆さんライフ駅前のライフの前でお買い物をご通行中の皆さん、彼女が恵み沢行きですと助けをかけている恵み沢行きどうか皆さん握手をしてやってください。思ってるより細いでしょう。四人の母親ですよって言いながらですね、もうずっとマイパフォーマンスです。僕がいる間だけで数百二三百に握手させたかな。うん、もう徹底的に、えー、握手に次ぐ握手と言いますのも。 選挙の投票行動の調査っていうのは世界各国いろんなところでもうすでに出ていまして日本ではですね投票行動に結びつく最も多かったパーセンテージの行動候補者の行動っていうのが握手なんですね。握手したから投票したんだっていうのが実は一番多いです。個人演説とか ビラを見たとかポスターを見たとか連合行為を聞いたっていうのより握手が一番多いっていうのはってたんでとにかく江戸沢育さんにも徹底的な握手をしてもらうで握手をしやすいように僕ももうアナウンスで場を盛り上げ続けるということをですねもう必死になってやりましたその結果見てくださいどうでしょうこれなんと大阪維新に嘘をついたあの公明党の公明党の中でも かなり強いのりきおなおみさんを四票差、四票で下しました。こんなことあります？本当にね入ってよかったなと思いましたよ。もうモもモモモ、当当格出た瞬間にカーンってなりましたけれどもね。そしてえっともう一人入り続けたのがですね、えー、この方でございました。はい宮古島くですね。ゴータロくんです。大森ゴータさん。えー、前回 花屋光吉という自民党大阪府連の幹事長です当選5回本来負けるはずのない男です2万1000票以上取ってますその花屋自民党府連幹事長に戦いを挑んだのが新人の魚森剛太郎さんです血液のがんリンパ腫って言うんですけどその血液のがんにかかってそれを抗がん剤で乗り越えて その上でもうなんとか宮古島の維新の皆さんのためにと言って立ち上がってくれた郷太郎さん4回入りましたというのもですねこの自民の花屋花屋光義っていう,もう呼び捨てにしちゃいますけれども花屋っていうこの嘘つきでやろうがですねもう本当にもう,もう腹が立つ男なんですけど僕の番組僕がやっていた「ニュースリアル」っていう番組で花屋光義は明確に僕らのインタビューに答えて前回の「 大阪ダブル戦の時に住民投票をやらなきゃいけないという民意は大事にしたいっていうのを僕の責任を持って伝えているニュース番組で言ってたわけですよところがですね僕の伝えてたテレビ番組で嘘つきやがったんですよ手のひら返しやがったんですよ手のひら返していやもう住民投票1回やったからみたいなことなめたことを抜かし始めましてですね僕は腹立ったわけですよ、まあ、僕のやる応援っていうのはもうすごく特徴があってとにかく握手です なので、孝太郎君の時も同じです。孝太郎君と岡田康智さんという2人の候補者の前に立って、公園に行きます。広い公園に行くと、まあ、覚えてらっしゃると思うんですけれども、ものすごいお花見日和だったんで、とんでもない数の人がいたんですよ。もうそこにとにかく突っ込んでいきます。僕ね、そこにいる人たちに、突然声かけるのとか得意なんですよ。17年半、うん、すいません、あのフジテレビの特典なんですが、すいません、テレビ大阪のニュースリアルなんですがって言いながら、マイクを突然声かけて向け続けていたので、 僕そのの場ににいる人に突然声をかけの得意なんですねこれ普通の人ってあんまりなかなかできないんですけど僕得意なんでとにかく言って「すいませんちょっと明日選挙なんでいいですか飲んでる時にごめんなさいね」って言いながら「もう郷太郎と安智と呼び捨てにしちゃっていいんで」って言いながら2人ととにかく皆さんと握手させるあ頑張ってくださいってなった段階でも握手してもらえるんでこれを広い公園の花見客全員にやらせました全員にやらした後ラスト 2時間か3時間、カラスっていうんですけれども、うぐいす城の男性版を、まあ、ずっとマイクパフォーマン,パフォーマンスです、もうとにかく助手席に乗せて、剛太郎君には手を振らせ続けて、剛太郎、剛太郎、カタカナでもひらがなでも構いません、剛太郎、維新の剛太郎、剛太郎ですって言いながらですね、もう懸命にやり続けましたね、最後の街頭演説の時は司会もやらせていただいて、なのでですね、もう本当に。 嘘をつかれた花屋光吉を破り魚森孝太郎新人当選した時はもうシャッとなりましたねいや本当に正義は勝つっていうのをなんとか体験できたのかなっていうふうに思うんですけど選挙の時に偉そうな人が来て偉そうにマイクだけやって「よろしくお願いいたしますもう安倍政権は許せません」なんていうふうにやってて票入れたいと思いますあ入れないんですよあんなの握手ですやっぱりこれはもうアンケートでちゃんと出てるんですから 僕はもう徹底的に候補者握手をさせますもうその先頭に立って切り込みをするそして一票ずつ切り崩していくこれが僕の応援のスタイルなんですけれどもねまああのー、僕がどれだけ力になったのかっていうのは分からない部分っていうのはありますけれどもただえびちゃんも郷太郎君もよかったな心底を思いましたおめでとうございますお二人ともそして皆さんも本当におめでとうございます 長谷川豊の「本気論本音論チャンネル」私、長谷川豊が本気で本音でズバッと世相うに切り込みます。お楽しみに